メンディロダンは、ルーマニア出身のイスラエルの指揮者。本名メンディロ・ーゼンブルムとしてヤシに生まれる。5歳の頃からバイオリンを始めたが、1941年にヤシにおけるユダヤ人虐殺計画に父親が巻き込まれ、極貧の生活を送ったという。16歳の時に、ルーマニア国立公共楽団の第一、バイオリン奏者として働きながら、エンジニアリングの勉学をし、 数学の家庭教師を副業にしながら生活していたが、結局音楽の道を捨てることはできず、ブカレスト国立音楽大学でコンスタンティンシルベストリラに指示、1953年には指揮者に転校し、ルーマニア国立公共楽団の指揮者となった。この頃ロダンと改正、1957年にはフランツリスト音楽院でさらなる研鑽を積んだが、 翌年イスラエルへの移住を企てたため職を失い、バカウに移住させられ、1960年にイスラエルに移住するまで、そこに泊まることとなった。イスラエルに移住後、1961年から1963年まで、ラマトガン室内管弦楽団の指揮者を務め、1963年から、イスラエル放送管弦楽団の音楽監督になり、1972年まで、 この人にあった。また、イスラエルフィルハーモニー還元楽団や、ノルウェーのオスロフィルハーモニー還元楽団などにも、客演を重ね、国際的名声を確立する。イスラエル放送還元楽団の任期を終えた後、ベールシェバにあるイスラエルシンフォニエッタの音楽監督を、務め、1980年から1983年まで、エルサレムミュージックセンターの顧問を務めた。 1983年からは、ベルギー国立管弦楽団の主席指揮者を務めると、同時にイスラエル国防軍の教育部隊のオーケストラの責任者に任命されている。1993年から1997年まで、イスラエル交響楽団の主席指揮者を務め、1993年から2005年までは、リション・レジオン交響楽団の音楽監督となった。 2004年からはテルアビブ大学で更新の指導にもあたり、2006年にはイスラエル政府から音楽面での貢献を称えられ、イスラエル賞を授与されたが、2009年にガンのためエルサレムで死去した。ありがとうございます。